皆さんこんにちは。デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道弘です。本日は東京大学で骨の研究をされている塚崎先生に来ていただきました。講師の塚崎正幸です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テーマとしてインプラント埋入後に骨吸収が起こるのはなぜですかというご質問をいただいております。先生いかがでしょうか。はい、インプラントを入れた後に、若干そのインプラントの周りの骨が減っていくということがよく起こるというふうにされています。で、これにはおそらくダンプスというものが関わると考えられます。ダンプスっていうのは何かっていうと、日本語ですとダメージ関連分子パターンと呼ばれるもので、パターンですので一つの分子を指しているものじゃなくて、そういったものの総体なんですね。で、どういうものがダンプスかっていうと、細胞が死んだ時に漏れてくるもの、つまり本当は細胞の中にあるのにそれが外に出てきたら、免疫細胞がそれ異常事態だと思って炎症を起こすっていうことが起こるんです。これ例えてみますと、我々が散歩してて道端に内臓が転がっていたら明らかに異常事態が起きていると、それで警察がやってくると、こういうようなイメージです。細胞の中にあるものが外に出るということは、細胞の内臓が飛び散っているようなものですので、細胞が死んでいる場所になると。で、じゃあインプラントの時にどういう細胞が死ぬかといいますと、骨の中に持っている骨細胞、あれがドリリングですとかインプラントの埋入の時の熱とか機械的な刺激なんかで骨細胞が死んでしまうというふうに言われています。で、骨細胞から骨の周りにどんどんその内臓が出てくる、そういうことが起こると免疫系が炎症を起こして、また破骨細胞も骨細胞が死んだ場所の骨をですね、食べるという性質がありますので、これによってインプラントの埋入の後に骨吸収が起こる、破骨細胞が骨を壊していくというふうに考えられます。わかりやすいご説明ありがとうございました。ではその骨が下がるっていうところを、阻止するといいますか、気をつけるようなことはありますでしょうか。はい、そのドリリングの手術ですとか埋入の手術の時に、その先生によっては SS さんのアシストでですね、その冷たい注水冷却でドリリングしているところを冷やすようなアシストワークを依頼されることがあると思いますが、それは実は熱なんかで骨の細胞が死んで、骨の細胞から出てくる内臓、それが炎症の原因ですので、こうアシストで冷やしてあげることで骨の細胞を死ぬのを守ってあげると、そうすると最終的に破骨細胞が骨を吸収する量も減ると考えられますので、実はアシストワークにはそういう細胞を殺さないようにするっていうふうにな、深い意味があるんだというふうに考えています。ありがとうございます。ぜひ皆さん明日からの臨床にお役立てください。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。